こんにちは、下モンです。今回はリムブレーキは終わらないというか、リムブレーキモデルのロードバイクはすぐにはなくならないだろうなという内容で動画をお送りしたいと思います。はい、2021年も自転車プロロードレースのシーズンも始まりまして、各地でいろんなレースが始まっております。はい、でそこで使用されているロードバイクはもうほとんど全てと言っていいほどがディスクロードの ロードバイクに変わっておりましてただ1チームを除いてそんなような状況でリムブレーキモデルのロードバイクは、えー、最前線のレースの現場からはほぼ絶滅危惧という的な立場になっておりますただ残されたその1チームっていうのがですね一番資金力があってその資金力でまあ、多くの実力者を抱えているイネオス・グレナディアスチームというチームですね では、なぜイネオスがですね、まだリムブレーキモデルを採用しているかというと、ですね、まあ、雑誌の受け入れと自分のまあ勝手な考えになるんですが、えー、まずですね、ホイールの交換のしやすさと重量面の優位性があるということが挙げられます。まあ、重量面の優位性と書きましたが、そこまで大きな差がないものですから、これはえ採用されるに大きな理由にはなっていないと思います。まあ、結果的に、 リムブレーキモデルの方が軽いという程度だと思いますね、一番大きな余裕はやはり、ホイールの交換のしやすさかと思います。はい、昨シーズンまでとですね今シーズン始まってから、ホイール系のトラブル、主にパンクなんですけど、そのような時にですね昨今のところではあのホイール交換するよりもバイク交換してしまって、まあ、そういったあのホイール系のトラブルを回避しているというか、乗り切っているようないう状況をよく見るような気がします。結局ですね ディスクロードのホイールを固定しているスルーアクスルですと、えー、クイックレディースに比べると、だいぶホイールの着脱に時間がかかってしまって、えー、ホイール交換するよりは、もうあのバイク交換してしまった方がよっぽど手っ取り早いという形で、えー、そういったバイク交換が選択されているようです。ただですね。 えバイク交換をするよりは、ホイールの交換だけの方が、全然時間がかからなくて済みます。バイク交換の場合は、チームカーが、その、えー、バイク交換する選手のところまで上がってきてくれて、それで、バイクの積み下ろし用などがあって、で、交換してまた走り出すっていう、まあ、それだけでも結構なタイムロスになりますし、えー、あと、ホイール交換だけだったら、まあ、えー、メカニックが車からすぐ降りてきてくれて、まあ、ホイール交換してすぐ走り出すってこともできます。でですね、最悪の場合、えー、そういった、あの、まあ、チームカーがすぐに上がって、 手これない選手のもとに駆けつけられない場合はエース級の選手だったら近くを走っている似たような体型のアシスト選手の自転車を譲り受けて走り続けることになるんですけど、まあ、そのようなです、ね、体型の似たようなアシスト選手がいない場合は体型がそんなに合ってなくてあの違うサイズの自転車で走らなければならなくなります、まあ、ホイール交換だけだったらリムブレーキのホイール交換だけだったら、まあ、体型の場合は関係なくただホイールはみんな扱ってのほぼ一緒なんで そういった、えー、体型関係なく選手あのアシスト選手からホイールを譲り受けて走り出す、走り続けることができますのでそういった意味でもリムブレーキの方がですねモデルの方が、えー、ホイール交換の手間もなくディスクも少なく、えー、タイムロスのディ、えー、スク、置いていかれるディスクが少ないということから、えー、ニオスグラナディアスはディ、えー、スクを最小限にするためにリムブレーキモデルを現在も使っていると思います。 チームイネオスですね前身となるチームスカイ時代からさまざ、あ、まなトラブルというか不測の事態に遭遇しておりましてその典型例なんですけどこのイラストを書いてあるのがですね2016年のツール・ド・フランスで、まあ、第12ステージのフィニッシュ1200メートル手前で立ち往生したテレビカメラにクリス・フルーム選手含む3人が追突してその直後に来た、えー、大会側のバイクにフルーム選手の自転車がひかれて破損で自走することができなくなってフルーム選手400メートルほどランニングさせられるという珍地があった なんですが、えー、下手したらこの時にですね大きくタイムロスして、まあ、優勝候補の一角からちょっとずり落ちてしまうような形の危険性もあったんですけどこれはまあ大会側の、まあえー、なんだろう不始末ということで <laughs> 特別ルールで救済されて、まあ、なんだろうタイムロスなかったんですけど、まあ、そういった不測の事態も経験しているもんですからより用心するようなというか、まあ、そういったリスク管理がするようになっていまだに、えー、少しでもリスクを減らそうという。 考えがあっっててリムブレーキモデルを、えー、使いいるんじゃないかなかとも思われますあとですね、右側にイニオスがですね、まあ、前身のチーム、スカイ時代から、勝、え、利、ー、のために取り組んだ改善というか、取り組みについて、えー、いくつか書かせていただきました、中でもですね、スマートトレーナーを使ったウォームアップやクールダウン、あ固定ローラー台を使った、えー、レース前のウォームアップだとか、えー、体が、えー 固まらないようにあの、固まらないというか、疲労物質をまあうまく回すようにあのクールダウンを行うということですかとか、ですね、あと補給食をパンから米、まあ、ライスケーキに変更したというような、ですね、他のチームにも波及しているような、えー、取り組みがいくつかありまして、まあ、こういったことがですね、べての行動において1%の積み重ねを行うということですね。そうい それをまあ勝利に結びつけるつなげるという、まあ、イネオスの根底というか強さの根底があると思います。そういったことの一つとして、あのリムブレーキモデルをいまだに採用し続けているんじゃないかなと思います。でですね、ここからはあの自分の勝手な見解なんですが、イネオスはですね、予算規模が大きい、資金面が潤沢だから、 そういった形でですね、あの自分たちの使いたいリムブレーキモデルの自転車を採用できてるんじゃないかなと思います。ピアノレとしては、本当のところドグマ f 1 2用です、ね、のディスクロードモデルを使ってほしいのではと、あの広告から見てもです、ね、あのディスクロードモデルが載ってるものですから、本心本はそうなんじゃないかなと思いますね。はい、他のチームはまあ予算的にはそんなどうなのかなと思うんですけど、まあ、バイクメーカーにですね、えー、お金を支払ってもらって、 え、バイクを供給してもらってるもんですから、そういった面でですね、バイクメーカーに忖度しているんじゃないかなと。はい。バイクメーカーの使って欲しい自転車に乗るディスクロードの、バイクメーカーが売りたいディスクロードに乗っているんじゃないかなと思います。ただですね、グランツールのツール、ジロベブエルタなんかでエース級が、そういったホイールのトラブルで遅れて欲しくないようなレースでは、 チームとしてはあのリムブレーキロードを採用するんじゃないのかなっていうチームが、そういうチームがイネオス以外にも UAE とか、えー、ユンボあたりが使ってくるんじゃないのかなと勝手な見解を持ってますが、実際どうなることやでで、ねはい、そんなわけでですねイネオスがリムブレーキモデルのロードバイクを使用し続ける限り、そんなに簡単にですねリムブレーキ自体もなくならないでしょうし、あと、リムブレーキ対応の、まあ 高級ホイーールルととかいいいホイイも供給されし続けられると思います、はいまあ、イネオスが使わなくなる日はきっとリムブレーキモデル並みのに簡単に、えー、のクイックレディース並みに簡単に着るができるディスクロード用のホイールができるだとか本当にあのなかなかパンクしないようなタイヤだったかチューブが、えー、供給されれば、まあ、イネオスもディスクロードに完全に移行してしまう時が来るかもしれません。はい まあそんなことを長々と語ってみました。47歳のオースタでは動画終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。